瞬間英作文トレーニングは普段やっているけど、いざ英会話となった時になかなか普段練習していることを出せない、そんなことありませんか？こんにちは、やり直し英語達成道場師範代深夜とさやです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回のテーマはこちらです。はい、自分のことを話すための瞬間英作文のやり方というテーマでお送りしていきます。今お伝えしたように、瞬間英作文トレーニングを普段やってるんだけど、その実力がうまく肝心の英会話の中で出せないっていう悩み結構多いんですよね。はい、そうですね。はい、私も去年瞬間英作文トレーニング結構やったんですけども、いざ会話になるとなんかすごい文型がめちゃくちゃになってしまったりとか、うん、あとはそもそも何話していいかわからなかったりとか、うんうんうん、そういうこともありますね。そうですよね、うん、なんかポッと質問されて、あなたはどうですかって聞かれて、うん、私はってそもそも自分の意見が出てこないとかね。そうですね、うん、ってことはあると思います。で、瞬間英作文のその普段トレーニングとこの英会話の間って結構まあ実は隔たりがあってですね、瞬間英作文でやったことがそのままポーンと出てくればいいんですけども、まあ、なかなかねそうならないと感じること多いと思います。で、理由はですね大きく3つあります。一つ目は難しい言い回しを使おうとしてしまうっていうこと。 ありますね。はい、はい、なんかその自分の言いたいことを伝えようとしてやたら関係詞とか、うん、受け身とか、はい、なんか使っちゃうことありますね。ありますよね。こう文章が長くなっちゃって、はい、そうで話してる自分がわけは分からなくなるという。そうですね、まあ、どこまで喋ったのか分かんないし、はい、なんか文型もぐちゃぐちゃになっちゃって順番もめちゃくちゃになっちゃうっていう、うん、そうですね。で最終的に日本語っぽい語順になって終わるっていう、ね、はい、パターンですよね。で2つ目は日本語の文をそのまま英文にしようとしてしまうっていうことですね。あ、これもありますね。はい、うん、日本語で言うとなんかこう状況とかシチュエーションが先に来たりとかするんですけど、結局、うん、私はって言えばいいのに、愛で主語作ればいいのに、うん、なんかやたら長いなんか就職させたりとかして、うん、あの主語を作っちゃったりして自滅するという。そうですね、パターンもよくありますね。まあ、主語がやたら長くなっちゃうみたいな、ね、はい、あります、あります。はい、で3つ目は自分のことに置き換える練習を普段していないということですね。あ、これもドキッとしますね。はい、はい、あの瞬間英作文のそのねトレーニングの内容はすごいきっちりやってるんだけど、もう自分のことに置き換えるまでちょっと応用まではやってないですね。うん、そうですよね。なんかこう例文を素早く英語に変えられたらもうそれだけで満足しちゃうっていうことがあると思います。うん、はい、まあ、もちろんね、あの瞬間英作文はそれでいいんですよ。瞬間英作文として見た場合はね、ですが その世界からいきなり英会話のいきなり自由に話しましょうという世界に飛び込むと結構これはしんどいんですよね。うん、というのもあの英会話ってあの何を喋ろうっていうその喋るネタを考えつつそれを表現するための文型を探すというこのダブルの負担がかかってくるのですごい脳みそに負担がかかるんですよね。うんうん、なんで何を話すかを一生懸命あーって考えてる間にもう英文がむちゃくちゃになっちゃって、うん、で結果的に普段練習してる技が全然出せなくなっちゃうっていう余裕がなくなっちゃうんですよね。はい、で先生にこう言えばいいんだよって言われて、あ、なんだこれだったらもう普段瞬間英作文でやってんじゃんみたいな、はい、もし日本語でパッと示されたらおそらく瞬間的に変えられるレベルの英文を言えないっていうね、言えませんね、もどかしさがあると思います。はい、で今回はですねそれをなんとかこの瞬間英作文とこの英会話の間のギャップを埋めましょうと、埋めるためのトレーニングというのがね今回のテーマになります。でそれがですねアドリブ力を養う自分英作文という手法です。何ですか自分英作文というのは。はい、これですねあの自由英作文って聞いたことあります。はいはい、それと違うんですか。はい、そうですね、似てます。パッと見似てると思うんですが、自由英作文というのは瞬間英作文をやった後のステージでよくやるトレーニングなんですが、まあ、いわゆる独り言英会話ってやつですね。頭の中に思い浮かんだ考えとか目の前にあるものを描写するっていう英語でね、例えば、道歩いてて、あ、花壇にたくさんの、花が咲いてるみたいなね。うん、うん、So there are a lot of flowers in the garden とかっていうような文章をポッポッポッって作っていくっていうトレーニング方法です。そうですね。前あの旅行に行った時にやりましたね。はい、やりましたね。山梨行った時にね。はい、はい、で。あんな感じでやるのが自由英作文なんですが、まあ確かにあれすごい効果的なんですよ。ただあんまりねこう長くコンスタントに続けられる人が多くないっていうのも事実なんですね。どうですか、その後やってますか。ドキ、やってないですね。やってないですよね。はい、そうなんです。結構ねあれ負担が大きいんですよ。そうなんですよ。はい、はい、で正解を知ってる人がいないとなかなかね自分でやっててこれで合ってるのかなって悶々としてしまうんですよね。うん、そうですよね。なんか間違ったのをやってもしょうがないじゃんって気持ちになるっていうのと、うん、あとは
今回みたいなこのコロナみたいな状況で家から出れないってなると、だいたい部屋の中にあるものを描写するので、あの同じことを言いがちなんですよね。確かに毎回そうですね。なんか見えるものといえばもうね、壁に写真がかかってるとか、うん、ね、あとペン立てにペンがあるとか、うん、まあ、そういう話ぐらいしかできないので、まあ、どうしても飽きちゃうってことがあります。で、あと難しいってのもありますね、うん、でさらにもう一つ言うと、その自由英作文で作った文章をそのままオンライン英会話の先生の前で言う機会ってどのぐらいあるのかってことなんですよ。確かに、うん、ね、ないかもしれないです。パソコンの前でこれ喋ってるのに、隣にペン立てがありますと、でその There are a lot of pens in the pen stand とかね、ペンケースとかっていう人っているのかっていうことなんですよ、うん、なので、そこがどうもモチベーションにつながらないっていう声があります。まあ、そういう悩みを解決するためにやるトレーニングが自分英作文というトレーニング方法ですね、はい、でこれはどういうものかっていうところなんですが、3つあります。1つ目は主語を愛に固定するということです、はい、これなぜかってことなんですが、普段の英会話するときに一番よく使われる単語って何だと思います？あとかザとかですかね、うん、はい、なんかあとかザとか監視っぽく思いますよね。ですが実は愛と言うっていうこの主語、この2つがねトップ2らしいんですね。なのでその愛と言うをとりあえず使えるようになれば、まあもちろんね状況にもよりますけども、普通のオンラインの1対1の英会話であればね、まあ多分第三者の話をする時よりも、あなたはどうですか、私はねっていうこの2人の会話の方がメインだと思うんですよね、うん、確かに、うん、でオンライン会話の先生に聞かれた時もなんか Have you? とか Do you? とか必ず you が来ると思いますので、それに対する答えは愛から始まるということで、なのでどうせならこのオンライン英会話に直結する瞬間英作文のスタイルを身につけるために主語を愛に固定するということです。自分のことを話すためにね。で2つ目はですね、決まった型に当てはめて自分の情報を伝えるということですね、はい、これはですねどういうことかというと、さっきやった自由英作文というのは状況ありきでそれに合う型を引っ張ってきて喋るってことですよね、うんうんうん、そうですね。でも今度逆なんですよ、こっちの方は、型ありきです。ほう、はい、型をまずはバーッとテキストを使って練習して、で最後の一文のところに、愛を主語にしたもので自分の本当の情報を伝えるっていうトレーニング方法ですねなるほど、これによってですねある程度型が決まってるので、この型で自分の内容を伝えようっていう風な縛りが入るんですね。なるほど。だからやりやすい。確かに。それであれば文型を間違えたりすることもなさそうですね。そうです。なんで自分でチェックもできると思います、うん、おそらく間違ってるかどうかをね。確かに、はい、っていうのがね、まあいい方法ですね。で3つ目はスピード重視ということですね。これはさっきのアドリブ力のところに入るんですが、そもそも英文を組み立てようと思った時にアイデアが出てこないってことありますよね。はい、ありますね。自分のことを話そうと思った時にこれね結局普段練習してないからなんですね、うん、反射神経です。自分のことを喋ろうと思った時にその情報を素早く当てはめるこのネタを引き出す反射神経ってのはやっぱり訓練が必要なんですよ。なのでスピード重視でやっていくということですね。なんで多少間違ってもいいです。ここは、まあ、瞬間英作文との違いは間違ってもいいので素早く言うっていうことですね、はい、でこの3つが自由英作文のやり方になります。ちょっとね一つ例を見せたいと思います、はいはい、どういうものかというと、ちょっとこのテキストを使いますね。これ以前もご紹介した、愛の英会話っていうテキストですね、はい、これはまさにこの自由英作文にぴったりな本なんですが、愛から始まる文章しか入ってないっていうね、うん、でこの中に、自分の情報を入れていけばいいだけなので、ちょっと試しにやってみましょうか、はい、はい、じゃあですね、今から僕が日本語文を読み上げます、まあ、これ一人でもできますのでね、ぜひやっていただきたいんですが、私は好きですっていうところから始まって後ろの部分だけを変えていくっていうスタイルですね。じゃあいきますよ、はい、私は好きです、アイスクリームを食べることが。I like to eat ice cream. Great. で、次。ピアノを弾くことが。I like to play the piano. Great. 新しい洋服を買うことが。I like to buy new clothes. Great. 仕事後にお風呂に入ることが。I like to take a bath after work. Great. って感じです。いきます、ね。一応これ8文あるんですけども。で、言ったら今度、この I like to の型を使って自分の情報を言ってください。How about you? I like to eat sweets. Sweets? Oh, really? What kind of sweets do you like? I like 和菓子、mm-hmm. like dumplings. Oh, dumplings. Great. っていう感じですね。はい。
みたいな感じ、まあ今ちょっと会話タイプでやりましたけども、一人でやる場合は、まあ、最後の一文だけ、変えてもらえば大丈夫です。こういうふうに間髪入れずに最後の一文を自分のことに変えるんですね、はい、でもしこれがうまく言えるようになってきたら、もうオンライン会話やってる人だったらもうオンライン会話で使ってみてください。おそらくすぐ使えるはずですこれね、はい、っていう感じです。こんな感じで型を全部、統一して練習した上で最後に自分の情報に当てはめるってことをやっていくことで、いざ自分が何か例えば好きなものを喋ろうと思った時、好きなものを伝えようと思った時に、おそらく I like to っていう方がポーンと思い浮かぶはずです。なんで普段の練習と、この英会話のアドリブ力というのがうまくつながるようになるんですね。確かに、はい、でそれがこのね、自分英作文というトレーニング方法ですね。なので、まあ、お手持ちのテキストを使っていただいてもいいですし、こういうようなね、愛の英会話みたいに、まあ、自分の愛から始まるような、まあ、できるだけ短い方がいいですね、これちなみに。うん、長く難しい構文はあんまりお勧めしません。中学英語ぐらいがいいと思いますね。という形で、自分英作文をやってもらうと、まあ、普段の英作文、瞬間英作文の最後にもう一個自分のことを伝えるでもいいですし、まあ、テキストは何でも OK です。お手持ちのテキストでもいいですし、あと僕の瞬間英作文のコースを受けていらっしゃる方は、いつも僕が用意している例文の最後のところに自分の愛を集合にして自分バージョンで言ってみるっていうのがおすすめです、うん、はい。でですね、今回このやり方をよりこう自分で体験してみたいよっていう方のために、Zoom を使ったオンラインのセミナーを開催します、はい、でこれは今みたいな感じでやっていくんですが、瞬間英作文セミナーとちょっと違うんですが、自分英作文セミナーなのでペアワークでクイズを出していくのが、はい、メインになります。なるほど、はい、なので、まあ、テキスト、こういうテキスト、まあ、テキストはちなみにこれ使います。このね、愛の英会話のテキストを使って、あ、ちなみにこれテキスト持ってなくても大丈夫です。一応著者の浦島先生から許可をいただきましたので、コピーを使わせていただいて、で一部のコピーを使ってお互いに問題出し合うんですね、はい、まあ、僕とさやが今やったのと同じですね。ではですね、僕とさやでもう一回ねデモンストレーションやってみたいと思います。いきます。私は好きです、アイスクリームを食べることが。I like to eat ice cream. Great. ピアノを弾くことが。I like to play the piano. Great. 新しい洋服を買うことが。I like to buy new clothes. Great. 仕事後にお風呂に入ることが。I like to take a bath after work. Great. How about you? Oh, I like to play with my daughter. Oh, your daughter. How old is your daughter? She is 6 months old. Wow. Is she cute?Yeah, really, she's really cute. Oh, great! っていう感じですね。はい、こんな感じで、まあ、2、3個、この質問出す人は、聞いてあげて、英語でね。で、ここはもう完全フリートークなので、まあ、アドリブでやってみてください。このアドリブ力を養うって感じですね。はい。はい、で、まあ、4つやったら今度交代して、で、また、役割交代でやるって感じね。はい。ってことを、ペアワークをやっていきます。で、最後は必ず自分英作文、How about you? っていきますので、まあ、どうしてもその場でアドリブ力が必要になってきますね。で、ちなみにこれテキストは先に見ちゃダメっていうルールにしますので、うん、その場で思いつきで喋んなきゃいけないっていうね。なるほど、いいトレーニングがあります。で、これはですね、あくまでアドリブ力を養うためのトレーニングなので、今までの僕が行ってきた瞬間英作文セミナーとはちょっと違います。今までの瞬間英作文セミナーでは、正確さを重視するために発音の練習とイメージ文法解説というこの2つをね結構がっつり入れていたんですね、うんうん、ですが今回のこの自分英作文に関してはアドリブ力を養うのがメインの目的になりますので、僕の解説は極力少なめにしますので、発音チェックとか、文型解説みたいなコーナーは入れません。でその分たくさんできるだけたくさんの人とペアを変えながら練習していくと。でこれも自習練習時間は取りません。もう底力、持ってる力だけでやってもらうって感じです。おー、ドキドキしますね。そうなんです。だからこれは別にこの中に入ってる例文が全部完璧に言えるようになるのが目的ではなくて、うん、あくまでこれをガイドにして、ここに書いてある例文っていうのはね、助走みたいなもんです。ちょっとこう勢いをつける助走で、で、いざジャンプするのは自分のことを話すことなんですね。なるほど。このアドリブ力を養うために。はい、っていう役割ですので、ちょっと今までとはね思考が違いますので、うん、まあ、おそらく瞬間英作文のセミナーに過去参加してくれた方にとってもまたちょっと違う角度で楽しめるんじゃないかなと。そうですね、思いますね。まさになんか英会話の架け橋になってくれそうですね。そうですね。で、過去に僕がやった練習試合セミナーってやつもありますよね、はい、あれはもうトピック固定っていうか文型固定でしたね、うん、あれは確かね、そうですね、うん、過去形だけで話してくださいと、はいはい、ただし全部自由にしますよ、うん、ね、自分で全部ネタ用意してきて事前にで、そこで自由に、
過去形だけを使って話してくださいみたいな感じでやってたんですが、そこまで自由ではないです、今回は。あくまで瞬間作文の派生形なので。なので、ある程度ガイドラインとも型が決まってますので、この型の中だけでプチ英会話を楽しむという流れになってますので、まあ、多分ね、本当にフリーのトークが苦手っていう方にとってもやりやすいんじゃないかなと思いますね。セミナーの詳しい情報、開催日とか参加費とかに関してはこの動画の下の概要欄に、詳しい情報を貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回は自分のことを話すための瞬間英作文のやり方というテーマでお送りしました。もしあなたが、普段瞬間英作文をやってるけどなかなかそれが英会話に活かせてないなと感じるようでしたら、今回お伝えしたこの自分英作文、ぜひ試してみてください。もう一度さらっとまとめると、主語を愛に固定した状態で瞬間英作文してみる、そして決まった型に当てはめた状態で瞬間英作文しながら最後だけ自分の情報を伝える内容にしてみるということですね。で、あとはスピード重視で素早くやっていってミスを気にしないというね形です。まあ、これで、ね、実際やっていただくと結構ね、このアドリブ力を養うのに役立ちますので、ぜひ独学でもできますのでトライしてみてください。そしてもしセミナー参加したいよという方はね、この下の動画の下の概要欄チェックしてみてください。はい、では以上です。 Thank you for watching. See you later.